こんにちは、北川景子です。映画ファーストラブで真壁ゆき役を演じました。私のファーストチェンジは役作りで初めてショートカットにしたことです。30センチぐらい切ったらしいです、美容師さん曰く。めちゃくちゃすっきりしました。軽かったし、シャンプーがすごい楽で、ずっとショートカットにしたいなと思ってたので、今回このような役をいただいて、この機会を逃すと切れないと思って、切りたいですってお願いして切ったので、すごく嬉しかったですし、で今回は原作を読ませていただいて、ショートカットの女性っていうふうにもしっかり書かれていて、やっぱり髪の毛が短いことにすごく意味があるなと思ったので、あ、このユキっていう人にとって髪が短いってことはすごく自然で、自分が一番生きやすい姿なんだろうなということを、自分自身体感することができたので、やっぱり切ってよかったなっていうのはもう初日から感じました。一番はやはり公認心理師という職業を演じさせていただくので、私もカウンセリングを受けさせていただいたりとかもして、あ、こういうふうにお話ししていくんだなっていうのを体感したりしていったんですけど、じゃあユキっていう公認心理師はカンナさんとどう向き合っていくのか、カンナさんの心の傷だったりとか重荷になっている部分をこう解いていくっていう、特に面会室でのやり取りをどのように見せていくのかっていうのはすごく難しかったと思います。楽しかったです。ずっとご一緒したいと思っていた監督で、コミュニケーションをたくさん取ってくださる方なので、昨日撮った映像がこうだよっていうのを自分の役以外の映像を見せていただいたんですよ。カンナさんと歌唱のシーンとかを見せてもらって、どう思うっていうのをたくさん聞いてくださいましたし、一緒に作ってくださる監督だなと思ったので、心強かったです。すごい楽しかったです。そうですね、この映画はカンナさんという心に傷を負った一人の女の子を助けてあげたいと思う、私が演じているユキが奔走するっていうのが、大きな主軸にはなってると思うんですけど、人間誰しも何か辛い経験だったりとか、自分の中でずっと引っかかってなかなか乗り越えられなかった思い出とかってあるんじゃないかなと思って、何かこの映画を見ることによって、あ、別にそういうものの一つや二つあってもいいんじゃないのかなって思える、明日からもこういう自分でもいいから頑張ろうって思えるような、そういう見終わった気持ちになれるのが一番の魅力かなと思います。ファーストラブ、2月11日から全国で公開です。ぜひ東宝シネマズでご覧ください。娘のカンナ被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したとみられています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本格って言ってたよね。ひじり山カンナ取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です、普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんでカンナさんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんか分からないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ、触れてはいけない閉じ込めた愛の記憶。